来た、20来た、危ない、残り時間1秒、残り時間1秒クリアした。ジョリンさんのジョギルらしいです。というわけで今日はパーカーロンダンジョンズ、略してポコダンやっていきたいと思います。実はね、らしいさん、あんまり SNS ゲームやらないんですけど、こちらのゲームひそかにやっていました。じゃらりーんと見てください。ほら、レベル38。ちょっとね、やってるんですよ。そんなにね、すげえやり込んではいないんだけど、結構ね、ハマっちゃって。ちょこちょこやってたの。そしたらね、お話が来てね、すごい嬉しいんですよ。というわけで、ね、今日はこちらご紹介させていただきます。というわけで、今日はですね、見てください。これ見ればわかると思いますが、こちら、ウルトラマンコラボ、こちらをやってるんです。もうございますよ。さあ、上に行くと、全然全然全然、ウルトラマン、ジワッシュ。というわけですね、ウルトラマンコラボを今やってますので、こちらをね、今日はやっていきたいなと思っていますよ。ちょっとだけ詳細説明させてください。はい、ウルトラマンコラボガチャということでですね、10連ガチャはなんと1体確定でもらえちゃうんだわー。やったぜ、らしいさね。まだね、星5のキャラクター2体しか持ってないから、これでね、今日確実にゲットしていこうと思ってるんだよ。いいだろこの作戦。そしてですね、こちらこちらこちら、この子が欲しいの、この子がウルトラマンゼロ。ラッシーさん、ごめんなさい、ウルトラマンゼロね、あんまよくわかんないんだけど、見た目ウルトラセブンのアイスラッカーがなんと2個もついている、ウルトラセブンより強いんじゃないかこいつみたいなね、感じのねやつなんですけど、これね、使ってる人がいて、フレンドな人でめっちゃ強かったからね、これが欲しいんだよね。あと何がいるかっていうと、あと極限進化しますね、ウルトラゼロはね。あとね、ウルトラマンレオ、ウルトラマンレオと、セブンがね、いますね。あともう一人ティガ、これもね、星5なんで、この辺がね、出てくれると嬉しい。でも、ラッシーさんが一番出したいのは、この子、ゼロ、ゼロ、ゼロ。この子をね、狙っていきたいと思います。というわけで、早速引いていこう。まずはガチャからやっていこう。さあ、それじゃあね、早速ね、ガチャをやっていこうと思ったんだけど、見てくれ、街にバルタン星人が遊びに来てくれたぞ。かわいいぞ。ほら、見て、2匹もいる。しかも、分身の術を使ってるね。みんな知ってる？これね、ザリガニみたいに見えるけど、宇宙忍者なんだぜ。忍者には見えないけど、忍者なんだぜ、これ。分身できるんだぜ、バルタン星人。知らない人も、ねえ、今回ここでね、勉強していっていただければと思いますよ。ラッシーさん、ウルトラマン見てたからね、昔。というわけで、早速ガチャやっていこう。10連ガチャね、やっちゃうよ。50個使うけど、59個あるからね。よしよしよし。さあ、この子狙っていくからね。よし、じゃあやっていくぜ。早速いくぞ、10連ガチャ、レッツプレイ、ジャケ。あれ、待って、もう一個やった。よし、いくぞ、レッツ、今度こそプレイ。さあ、どうだ。おっと、ウルトラマン来たー。ウルトラマンの顔になってるよ、めっちゃかわいい。そしてこれね、雨が降ってる、これね、すごくいいんですよ。そしてね、ウルトラマンの目にご注目ください。ラッシーさんがこれをシャッてやった時に、ウルトラマンの目が虹色に光ったらすごくラッキーらしい。赤とかね、あと黄色はね、いまいち。さあ、早速やっていきたいと思います。いくよ、ほら、ルルルルルルル、やれって、早く。よし、いくぞ、せーので、シャキーンカモン。おー、ほら、来た、虹色来た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 。おー、いっぱい来たぞ。おー、超出てんじゃん、これ超出たんじゃん、カモン。違う、誰だあんた。ベルダンディ。あ、でも星5だ、超いい、超嬉しい。でもゼロじゃない、ちょっと待って、ゼロ、カモン、ゼロ、ゼロ。あ、違う、バハムート、かっちょいい。何これ、超かっちょいいじゃん、バハムートかっちょいいけど、ゼロじゃない。ちょっと待って、なんでだよ、星5こんなに出たのに、超ラッキーなのに。よし、カモン、これ違うね、これね。あ、さっき出てきた X、 やった、コラボキャラ出てきたけど、ラッシーさんが狙ってるのはゼロね。よし、これ来るよ、これ、ゼロ、ゼロ。うわ、来たー、セブン来たー、やったー、ゼロじゃないけど、コラボ来たよ、コラボキャラ、よかった。これでコラボキャラ来なかったらどうしようかと思っちゃった、ラッシーさん。さあ、行くぜ、もうワンチャンあるから、ワンチャン、ゼロ、ゼロ、ゼロ。うわー、違うけど、バテストってなんかすげえちょっと有名な感じのやつが、おすげえ出たな、このすごくない、これ確率超高くない、星5の、すげえな、これ。さあ、これも変身、あー、しないかー、ゴモラー。まあでもセブン出たからな、見てこれ、すごくない。今さ、星5がさ、1、2、3、4体も出たよ、10連ガチャで。ちょ、半分ぐらいじゃん、ほぼ半分星5じゃん、超ラッキーじゃない、これ、超絶ラッキーじゃない、これ、すごい、みんなこれやった方がいい、すげえぞ、これ、やったー、よし、早速、ちょっと待って、セブンをね、強くするわ、連れてくから、
はい、というわけでです、レベルアップさせてきました。本当は進化もさせたかったんだけど、ちょっと進化の素材がね足りなかったので、レベルマックスで挑んでいきたいと思います。こちらね、コラボしている、イベントもございまして、今1日1回3分チャレンジバルタン星人襲来ってやつ、これをねちょっとねトライしていきたいと思います。本日あと1回になってございますね。こちら推奨レベル60だと、全然レベル足りないけど大丈夫かな。ちょっとまあ初回体力ゼロってことで、ちょっとやってみたいと思います。いくぞ、ドン。さあ誰か、ウルトラマンの人、あーいた、この子、この子行こうか、この子。ウルトラマン。あ、ちょっと待って、こっちの方が高いな。こっちの人の方が高いから、この人行きましょう。ウルトラマン。これ、ラッシーさんが欲しかった、ゼロの人。そして見て、ラッシーさんのこの装備、可愛くない？ウルトラマンね、コラボのね、バルタン星人の普通の方のね、クエストをね、クリアするとね、この鎧とね、兜がもらえたので、装備もね、作っちゃいました。というわけで、早速もらった、ウルトラセブンを連れて、こちらのイベントに挑戦していきたいと思います。レッツスタート、ゴー。さあ倒せるかな、倒せないかな。おわ、3分、やばい。そっかそっかそっか、ウルトラマンだから3分なんだ。ちょっとかっこいいじゃん、カラータイマー。そういうことだったのか。やばい、どん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 時間が減っていくぞ。やばいぞこれね。なんだろう、やったことない人のためにちょっとだけ説明するとですね、こうやってね、基本的には同じ色のね、同じ色のこのポコロを消していくと、こう技ができるんだね。それでね、ある程度の数を踏むことによって、こう例えば、この子とかだとエメリウム光線を、あのこれスキルか、これスキルだな。ちょっと待って、これじゃないんだな。言いたかったのはこれなんだな。チェインスキルってやつがあるじゃない、ここ7って書いてあるでしょ、右側に。これね、このね、7個、ブロックを踏むとこの技をね使ってくれるんだな。でこのね、同じ色のやつ、同じ色のやつが攻撃してくれるんだけど、今同じ色がないね、困ったね。やばいやばい、ちょっと3分しかない、あんま喋ってる余裕ないぞ。ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、ごめんごめん、時間ないからね、ちょっとね、今飛ばしたんだけど、これ今さ、左側黄色じゃないですか。でラッシーさんの連れているモンスター君たちが、黄色のやつがいるでしょ。例えばウルトラマンも黄色じゃん、ウルトラセブンかも黄色じゃん。でそうするとさ、こうやってある程度指定の数を踏むとこう技使ってくれるのと、あと黄色と同じ色のやつがね、こうやって攻撃してくれるとね、そういう感じになってますね。これでこう連鎖をつないで敵を倒していくんだね。うん、まあみんな知ってるか。いらん説明だったかな。こんな感じでね、ちょこちょこう倒していくんだけど、結構ね簡単に見えて意外とね難しいんだよ。あとね、なんかこう、まあ、ポコロンダンジョンってね、いう、ダンジョンズっていうぐらいにね、このなんかダンジョンを進んでる感はすごくあってね、ラッシーさんすごい好きですね、このシステム。なかなか面白いよ。よしよしよし、いけいけいけ。よし、倒していけ、倒していけ。おっしゃー。おっしゃー。オッケー。よし、いけ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 。ちょ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 。ちょちょちょ。やばいやばい、時間がないっす。時間がないっす。ガンガン行かないとやばいぞ、これ3分だからね。3分結構きついね。普段はさ、これ、一応制限時間とかあんまないから、いっぱい考えてね進められるんだけど、おーし、来た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 、いけるいける。はい、ちゅうわけでですね、残り時間30秒でボスまで来ましたが、これ倒せるかな、やばいなやばいな、頑張ってほしい、頑張っていきたい。ちょっと君の宇宙空は分かりにくいって言われてる。あー、バロタン星人来た、29秒やばい。ポッポッポッポ、行くぞ、ほら必殺技でガンガン攻めていこう、いけ、ポッポッポ、全然効かねえ、全然効かねえ、やばいぞこれ、倒せるかな、ガンガン行かないとやばい、ガンガン行かないとやばいやばいやばい、あと15秒しかない、15秒しかない、これでなんとかなんとか行ってくれ、頼む、ギリ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 、よっしゃ、どうだ、お強いな、ウルトラマンゼロ、よっしゃ、ゼロの必殺技で倒そう、ゼロの必殺技で行け、頼む、おかっこいい、何これ、どっか、おー強い、ゼロ、いやーやっぱゼロ、お危ない、残り時間1秒、見て見て、残り時間1秒クリアした。あーやべー、裏ボス出てきちゃった。これがポコロンの面白いところなんですよ。一度クリアした面でもね、こうやってね、実は裏ボスみたいなのが出てくる時がねあるんですよね。これがねめちゃめちゃ強いの。本来ならね、ここで退散してコラボのキャラを使えばレベルが低くても、推奨レベルより低くてもクリアできますよっていうのね言わなきゃいけないんだろうけれども、いやーこれどうしようかな、リスナーさん絶対見たいよねこれね。いやー本当はそうしなきゃいけないんだけど、やっちゃうね、これはね、なぜかというと動画的に美味しい。これをねやるから、いつも
も怒られるんだってねえ。なんでやっちゃうのかなこれ。でもさ、やりたくなっちゃうんだよね。おちまで、待て、なんでなんで、ダメージ食らわねえぞこのバルタン星人。なんでだ、バルタンパイセン、おわー、分身しとる、分身しとる、やばいぞこれ。あ、なんでなんだ、なんで、やばいなこれ、やっぱ絶対倒せない。ちょっと待って、みんなね、これだけは理解してほしいね。コラボキャラがいればね、推奨レベルよりも低くてもクリアできるんだよ。これはただラッシーさんがみんなのためにやってるだけであって、クリアできるんだよということだけはちゃんと理解してほしい。そしてなぜこのバルタンパイセンはダメージを食らわねえんだ。どうやらね、この強ボスはね、全然ダメージ当たんないと思ったら、このなんか機械みたいなやつ、こいつをねぶっ壊さないとダメージが入らないみたい。よしよし、倒した倒した、あ、倒したけど、もうラッシーさん、もうやばいよ、もう死ぬよこれ。もう死ぬ死ぬとこだよこれ。どうしようどうしよう、技がない、あ、ちょっと回復できるんだこいつで。よし、ちょっと回復するけど全然足しになんねえだろこれぐらい。じゃやばいな、やばいなこれ。どうか、どうにか、どうにかなりませんかこれ。なんともなりませんねこれ。やばいやばい、無理だ無理だ、やばいぞ。最後ウルトラマンの、ウルトラマン7の、違う、ウルトラ7だね、ウルトラ7のエメリウム光線でやっつけたいところだが、どう、あ、効く効くけど全然足りねえ。ちょっと待てー、こりゃ無理だ。あー、やられたやられたはい、というかね、こちらをご覧ください、もう一度やり直したらですね、普通にコラボキャラを連れていけば強襲ボスも楽勝でしたね。今からこのゼロ君の、ゼロ君の必殺技ご覧ください。いくよ、せーの、ドーン、ほら一撃だもん。倒せたじゃん、倒せたじゃん。つまりさっきのはラッシーさんの腕が悪かっただけということでした。はい、というわけでですね、クリアするとこちら、ジャキーン、見てこれ、バルタン星人、アシュ、アシュいたんだね、バルタン星人。ちょっと機械感が増しますけど、こちらをゲットすることができました。いやー、楽しかったなー。やっぱりコラボキャラ連れていくとレベルが全然低くても楽勝でクリアできます。ガチャもすごい良かったよね。星5が確実に手に入るからね、超チャンスで、超チャンス。というわけでですね、こんな感じでございます。今日はこの辺にしたいと思います。このね、ウルトラマンコラボ期間中にログインをするとね、ウルトラマン太郎もねもらうことができますので、ぜひね、皆さんもやってみてはいかがでしょうか。というところで今日はこの辺にしたいと思います。見て、この真ん中のウルトラマン、かわいいでしょ。かわいいねこれ、この装備すげえいいな、気に入ったわ。はい、というわけで今日はこの辺にしましょう。最後まで見てくれてありがとう。それじゃあ今日はこの辺でまた見てね、バイバーイ。